井上さん的に女子メンバーの見どころはどこでしょう。まあやっぱりリンカさん、はい、まあ、リンカさんは中川君が言った方がいいか。いいんですか。推しが見つかったんだもんね。いや、まずまあ行動力がすごくて、でもなんかそれですごく精神年齢が高いところでなんか皆さんにねこうアプローチ仕掛けていくってところがすごく魅力的でした、はい。まあ、今回リンカさんは本当いろんな場面場面でいいこともあれば辛いこともありやけど、はい、といろんな表情を見せていただいて、今回の旅が面白くなった一つの要因は間違いなくリンカさんね。いや間違いないですね。面白かった。方言が素敵でしたね。かわいいな。要所要所にリンカちゃんの可愛いところが詰まってて、そんな姿をスタジオで見てるだけで幸せでした、ね、キュンキュンした。キーワードはね、この服にこのスリット、これをね覚えておいていただけたらより楽しめますよ ね、はい、ね、ぜひぜひご覧ください。さあそして、はい、続いてはキサキちゃん。キサキちゃん、はい、高校1年生です。でキサキはやっぱこの付き合った人数が0人ってことやから、はい、やっぱり、まあ、彼氏ができたことがない、うん、だからこそのこのういういさがいっぱいあったな。ただ恋をするっていうだけじゃなくて好きっていう気持ちって一体どんなことなんだろう、はい、まあ、みんなが通るところや、はいはい、そうですね。そこでこの揺れ動いてる感情がなんかすごくピュアで綺麗かったね。それね、大人っぽい見た目とのギャップにまたキュンキュンしましたよね。初彼氏ができたのかっていうのも注目ポイントでございます。そうよ、どうなるのかっていうところね、ここはちょっと注目していただきたい。はい、そして最後はモアちゃん。モアな、福岡美人ですね。ここまた博多弁で可愛いね。でどっちかというとモアちゃんはね、カレンちゃん推しやもんね。いや本当にあの飾らないまっすぐさと、あと恋愛に対して真剣に向き合ってる様子とっていうのがギュッと詰まってて、みんながすごい華やかな中でナチュラルさがすごくグッときたんですよね。私が男の子だったらもしかしたらモアちゃん好きになっちゃうかもなって思いながら見てました。ね、中川くん、男的には写真をこんなに効果的に使うんだっていうね。もううま、多分世界一うまいです、写真の使い方。そうやね、はい、あ、こんな上手に写真を使って相手に気持ちをアピールすることができるんやっていうのは、もやちゃんに教えていただいたし、そこはだから皆さん注目していただきたい ね、 そうですね。キーワードとしてはチェキにこんな驚く、ここ大事にしていただきたい。ここを覚えておいていただけたら本編楽しめると思います。